じゃあよろしくお願いします。 CCH なんかこれはとっても長いバンド名です。はい、阪神ファンです僕もって言われてそれ舞い上がっちゃって忘れちゃったんですけど、まあタイガースといえばジュリーといえば、まあ、あのソロになってからです危険な2人っていう曲で、まあ、この歌よりもっと売れたかの有名なの帽子を飛ばすあのレコード大賞を取った曲をこれから歌いたいと思いますけど、ちょっと帽子を投げるといろいろ危ないんで今日はこのタオルを投げたいと思う。そう、うまく取らないと来年の成績が私はちゃんと投げなきゃいけないってことですね。じゃあそっちに向かって今日は投げますのでよろしくお願いします。はい、勝手に仕上がり。
ごい振りが完璧なんですよ。お若いですよね。若くないんだよね。そんなにもあれだから、あれ余生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 で生きてるからね。余生で生きてきたの。そうなの。次は何でしょう。これは。あ、ちょっとどうなったか喋ってみよう。ちょっと次はあれです。そう、なんか雰囲気が違うから。そう、そしたらこう高い。リセット多いかもしれない。これ、はい、なんか世界的にヒットしてるっていう話を聞いて、そうそう、いち早く取り入れてやってみたんですけど、果たしてできるでしょうか。レースが、レースが来ましたね。16ビート、信じる。よろしいですか。はい。
の気持ち気持ちが入ってる風に言ってますけど実際入ってるからちょっとねリズムが違うで、ここからまたさらにガラッと変わりまして、実はボーカルがもう一人これスポットライト当たってるんだ柴田です。ただの酔っ払った方がもしかしたらすごい新しい一面が出るかもしれない今までみんな見たことのない、はい、それであの男性のユニットの曲なんですけどしかも私が下ハモをするっていう斬新なあの夏の終わりのもう冬なんですけどね夏の終わりのハーモニーって曲をやります。はい、you
っこよかった。かっこよかったです。え、で次も、ジュリーの曲なんですけど、この曲低いので私キーを変えるか他の人に歌ってほしいって言ったんですけど、そのまま突き通されまして、歌うことにしました。それでちょっとやっぱり女性で低音出すっていうとこの楽器の大きな音にどうしても低い声が埋もれてしまうので、それでちょっとイヤモニを導入したんですけど、これだけ導入したって言っといてそれで全然歌えなかったらもう私も引退しなくちゃいけないんだけど、ちょっと今日試してみますね。はい、ジュリーの曲でバラードですごく売れた歌だった。わかり？おかわり。え？おかわり。と、とがつく曲です。時の。ああ、はい、身を任せちゃうやつ。身を任せちゃう。すごい。任せちゃえばいいのにね。任せちゃってください。はい。同じ曲をやられてたのでね、それを見て聞いて、
それでこちらでもやるので参加してもらえませんかとお願いしたの。二つ返事で心よく。さすがスカウト上司。職業が職業柄スカウトしてます。長野ちゃん。イエーイ。ね、全く同じキーで全く同じ構成だったからね。そうそう、全く初めて。よく名付けて、はい、長野ちゃんコラボで、はい、中森明菜、今日2回目ここでブレスで聴けるという、はい、飾りじゃないんだよ涙を、はい、お願いします。3回目失礼しました。人気があんだ。